はい、現代文を解くコツ。現代文を解くコツはね、今のね、学年によると思うんですけど、あまり小手先のテクニックに頼らない方がいいですね、普段の勉強の中で。まあ、よく言われてることだと思うんですけど、本質的情報だからこそよく言われてることなんですよ。本当にそうだから言われてるのであって、よく言われてることをじゃんって言って軽視しちゃダメですよ。本当に、ね、現代文っていうものは選択肢とか、まあ、小手先のテクニックいろいろあるんですよね。とりあえずこういうところを、ね、抜き出すとか、あと なんかね僕すんごい嫌いなのが、しかしの後は大事な情報しがきがちとか、まあ、それは僕は好きなんですけど、こういうとこディスコースマーカーの後はこういうのがきがちとか、なんかねそういうのは良くないっていうか、別にそういう小手先のテクニックとか、なんかこうシステム化することは悪いことではないんですけど、本質っていうのは何がどういう流れでどういうことを伝えたいのかっていうことを汲み取るためのものなので、だからそれにばっか気を取られて、とりあえず機械的にそういう操作をするだけの科目にしてはいけないってことですね。もちろんそういうことをしてもいいんですけど、なぜその操作をするのかっていうことを含めて普段から勉強してほしいなっていうふうに思いますね。はい。だからね、もちろんしかしとか、こう例えばっていうのがあったらこういうふうにしようとか僕はあるんですよね。実際例えば全部カッコでくくってましたし、でもそれはなんでそういうふうにするのかっていうことですよね。ただそれを機械的にやるんじゃなくて、僕はいつも例えばでカッコくくった後にその前後をどういうふうにつなげて、あ、こういう流れになってるんだなっていうことを必ず意識するようにしましたし、たまに何言ってんだっけこの文章っていうふうになったタイミングで、1からまずこういうことがあったな、次こういうことがあったなっていうことを毎回確認してたんですね。本当にもうそれ15秒ぐらいで終わるんですけど、でその時に例えばカッコでくくることによって、このカッコはもう完全に無視していいんだな、見なくていいんだなっていうことが頭の中に働くので、結果として良かったっていうことですね。だからまあそういうね、いろんなこういう線を引きなさいとか指定されると思うんですけど、線引きなさい、まあ線引くことはいいことなんですが、その線を引くことによってなぜそれをがいいのかっていうところまで含めて普段から意識してほしいなっていうふうに思います。はい。まあそれはね、国語に限らずなんですよね。数学においてもなぜその公式を使うのかだし、英語に関してもなぜここで文法が間違ってるのかとか、まあなんかいろいろねあるわけじゃないですか。ちゃんと小手先に頼らないっていうことを普段から意識して勉強してほしいなっていうふうに思います。